まだ煩悩にとらわれているな、上流。恐れ入ります。あなたは自ら名を捨て、存在を捨てた身。そんな男を今なお、俗世間への未練に縛りつけるものは何だ？家族か。精進なさい。いるんだろ？さっさと出てこい。よくわかりましたね。左肩を打つときは仕事の合図だ。ここでの生活も板についてきたようで何よりです。座禅の邪魔が入らなきゃなおいいんだがな。あなたは戦後建立されたこの大道寺百人目の僧、もう少し成熟してほしいものですが。ここは大道寺一派の隠れ蓑に過ぎない。それにそうでもないお前からの説教はなおさら不要だ。それは失礼。私はあなたの仕事の管理に徹するとしましょう。それで今回の指令は？あなた好みの単純な力仕事です。ある人物を警護していただきます。詳細な資料はいつもの場所に。頼みましたよ。コードネーム上流。